絶望的に下手くそなジョゼフが含まれます。ご注意ください。ハッピーハロウィーン。一度もハロウィンをイベントらしく過ごしたことはないレイムさんだよ。トリックはニュースキンマリサさんだ。さあ、適切ものの実況というものを一切しないで有名なこの茶屋でスター、今年はなんとやっちゃいたいと思います。なんだネタ切れか。ラス OPH の続行ねんだもん。実装かわかんねんだもん。でもそろそろ第5しないと爆発する。アロボトミーまだですかというコメントをしたお人間さんは23組ね。楽しみにしてくれてるのは嬉しいし、投稿遅いのも認めるけど、乗ってない時に無理やり作る動画ほどつまらないものはないんだな。で、私自身が納得できない動画とか作ってて苦労でしかないので、面白い動画のためにも待ってておくれや。あくまで趣味だからね。趣味は、今は一度図書館で年の概要を知らないとってのもあるがな。作品を取り扱わせていただく以上、なるべく矛盾を防ぎたいんだ。さて、注意喚起もほどほどにして、それじゃあまずはハロウィンらしくね。ねえ、あ、普通に衣装交換ね。また去年のようにメイド服を押し付けられるのかと。あ、してくれる。遠慮する。ハロウィンと言ったって結局やることいつもと変わらない。というわけで、ハンター写真家で始めて参りましょう。ヨゼイムがハンターをやっている。失礼だな、私はもともとハンター係だろうけ。さ、今回はハロウィン実況と言いませんでした。そうですわよ。ですので、今日はこのハロウィン新衣装アンバーを使っていきますわよ。ってつけたような上品やめろ。はぁ、ハロウィン要素はわかりましたけど、ジョゼフなんてまた珍しい。何を言うかね。うちの荘園に来た順で言えば、無情よりも前だとジョゼは。ほぼ同時期だがな。ちなみに誰よりも早く荘園に招いたのは実はマリー様だったりする。演者が私と無情なだけで、ハンターの統率役は陛下がになってるからな。なるほど、つまり無情さんはルカさんの子守役と。そうだな。で、あのレイムさん、何ですか？あなた中華街のスポーンなんて覚えてるんですか？覚えてるわけがないでしょう。なんで中華街でジョゼフ出したんですかね、この人は。かすまってよー。ほら、お菓子とかあげるから。何かこう、すごいお菓子あげるから。何この哀れな生き物。約1年ぶりに14のハンターに行ってるんです。優しくって優しくして。なぜ1年ぶりのジョゼフを中華街で。ハンターやろうとすると動機息切れ、倦怠感、ホテリー2頭痛が襲ってくるんだよ。だから1戦目で決めるしかないんだよ。おとなしくサバイバーやっとけよ、頼むから。はい、チーズ。あ、この衣装は墓守のチーズ衣装の仮装だよ。毎年ハロウィン SSR 衣装はサバイバーがハンターのコスプレってのが定石だったけど、それを今年破ってきたね。私はレクイエムコスプレで秋の日に現れた怪しい発明家のルカがみたいで。怪しい発明家が開く攻撃。写真って書いて殴っちゃうもんね。久しぶりだな、このヤケット感。童貞プレイ動画として公開していい惨状ではない。ジョゼフ様の急に肩幅500メートルになってサバイバーを投げ倒してくれ。嫌すぎるわ。それで写真が崩壊してこうなるじゃろ。あ、なんかそこそこなんとかなりそうになってる。で、サバを見つけられなくてこうなるわけだよ。おとなしく無情連れてこいよ。それに関してはもう基礎的な部分が崩壊してるだろ。だっておかしいですね。なんでお前までここに。全員集合してたらしいですね。嘘、見つけられてたらタコ殴りだったのに。タコ殴りにされてるのはお前なんだけどね。負けたな、黒くってくるわ。価値観の時の言葉だろそれ。なんというか、先に感覚を取り戻すところから始めた方が良かったんじゃないのか。はい、その通りでございます。でも、こいつに取り戻すハンターセンスなんてないぞ。そう言っていいことと悪いことがあるだろ。瞬間の使い方がそれならイケイ持ってこいよ。そんな特質は知らん。第五人格老人会やめてください。いや、これでも第五人格3年目。サバイバーがどこに行くとか、その辺はなんとなく頭の中にあるんだよ。ダイザチェイスが始まるとな。お前らぶっ殺してやる、ぶっ殺してやるからな。しか頭に残らんのじゃ。ジョゼフを使うべき人間ではない。もうおとなしく無情使ってくれよ。 あとすいません、一つ確認なんですけど、私スキルをマウスサイドにしていたはずなのに反応し、ゲームエンジンアップデートに伴って PC 版はダウンロードし直し、キー設定は全て初期化されたぞ。先に確認しろよ。ゾーンで写真世界にも入れないし、時空残像もできないわけだわよ。それじゃあただのとっとこ写真やおじいちゃんじゃねえか。絶望的に時空残像がやりにくい。ランキーの後にスキル決定がマウス左クリックで、スキル中止は R キー。よし、残像ステイン隠しはしてよ。まず少ない持ち合わせのスキルを自ら捨てるな。そこのルカ小坂市、ちゃんと奥まったところで待ち上がる。これに関してはやけっそすぎるだろ。デデロスリのまま残り1台ですと。本当に攻めて軍需になるまで試合回せよ。ミヤドス、一発撮りで行かせていただきます。物臭をかっこよく言うな。とは言ってもこれは終わりましたね。ここから入れる保険ってあったりします。ナイドス、離れますね。おやすみなさい。ねえよ、なんでコッペが当たらねえだよ。お前も早ルカに当ててもらいに行ってるだろ。そこまでド M じゃねえわ。おい、潔く自害しようぜ自害。なんてハンターやるとこ気が強くな。時空残像中って歩けるの知ってます？ビーバーとして有名になったものの、実際はマーモットだったやつの真似します。あと時空残像をジョゼフが向いている方にサバイバーがいること覚えてます？よくもその程度で出そうと思ったな。せめてなんか動画見て思い出してから使えよ。特定論。それでもこの人ちゃんと3連気にしてるんですよね。それは多分無情の癖だな。じゃあ無情使えみょん。やめろ、読みも蓋もない。ふん、これがイケイってもんね。どんなもんか実力を見せてもらおうじゃん。霊夢、もうおバカプレイの取れ高はいいからさ。な、至って真面目だよ、畜生。池は2回通ったらクールに入るが、その前に中断してクールに入れることもできる。そうした方が次使えるまでが短くなるが。それすら完全に忘れているね。本物の第五人格老人会じゃねえか。まあ使えないからってフラコの採用を見送ってるマリサさんもマリサさんだと思いますよ。ごめん、今中に耳元でジェット機通ったわ。またもん同士だな、この赤黒まんじゅう。とりあえずまたこうしました。どうしてこれができて今まで一度も連れていないんですか。時空残像の使用を忘れていたのが最大の敗因ですかね。はい、格納。この時点で残り1台になってから3分は経ってるんだけど。なんでそんな持ち
私答えてるんですか。最速4釣りなら1試合終わってるな。ずぶとすぎるだろこいつ。しかして言い過ぎだろ泣くぞ。これは少女が炭鉱を探して立て直しかな。あと私なんで瞬間から異形に特殊使えたんですか。普通に瞬間のまま会場に変えた方がマシだったと思うよ。技術確認はトップとして人を傷つけるんだぞ。あーダメじゃないかルーカス。おいこれ当たるのかよ。なかなか判定強いよなジョゼフ。はい釣り替え。そんで適当に圧かけながら球場待ちますか。こうなったら釣り回数を稼いでいくしかない。私はそれしか対象知らない。そもそもこの状況になった時点でよほど上手くないと罪だわ。つまりもう積んでるじゃねえか。わからないニョンよ。ここからサバイバーが全員回線を期する可能性が、ええ、よあってたまるか。裏の石が救助されたのでまた縛って。で今炭鉱少女は救助に来れる位置関係ではないのでここに石が落ちているわけですね。だからなんでその予測はできてほかボロボロなんだよ。そがかす。まあやり続けないと上手くはならねえよな。でもここで石と囚人をどちらも飛び角に持っていけてるニョンよ。ニョン釣りはともかく引き分けはなんとかいけるんじゃないかニョン。だんだんニョン付け思い出してきたんだな。いや別につけなくていいならつけないんですけど。股間が可愛いからつけといてニョン。これは救助されちゃうな。しかももうそろ寸ができるだろうな。じゃもう君が代わりに座ってね。この怒涛の釣り数を1回目の写真でやって欲しかったです。私もやって欲しかった。なんですかこの隅っこい系は。やめて見ないで。これではいけませんね。あそこから勝って逆転勝利ってやっぱ実況者はゲームうまいねーのパターンじゃねーの。ゲーム実況者がみんなゲームうまいと思ったら大間違いです。君たちなかなか馴染んでいるじゃないか。そうでしょうか。楽しそうで何よりだよ。注意この録画は混沌宅の人にもらったものでレイムさんのプレイではありません。さすがにあのプレイで動画を終わらせるわけにはいかないので私が手本というものを見せてあげますよ。縮小事実下手だから何も言えねえ。まず写真を撮って下校するんですよ。わかりますかレイムさん。困惑するレベルで泣きますよ。どの類の脅しなんですか。ふむここにいたのは傭兵ですか。まあぶっ飛ばせば問題ないでしょう。何言ってんだこいつ。1年前のあなたはできてましたよ。1年前の私天才。これがジョゼフの基礎なんですよね。でしっかりパラパラしながらちゃんとキャンプするんですよ。レイムさんは無常の中距離キャンプが染み付きすぎてジョゼフでも無駄に遠出するでしょう。そもそも白黒無常使って勝ててる上に頭回らないわけじゃないんですから冷静になれればランクも回せますよね。マリサー、ヨウムがチクチク刺してくる。おとなしく刺されとけ。味方がいねえなどうしよう。さてちょっといろいろありましたがまあこの3条なら問題はないでしょう。わーすっごい前駆症だ。思い返せばさっきの試合中華街の上に石突きでジョゼフ出したの本当にアホの極みすぎねえか。石に関しては試合始まってから思ったよ。遅すぎるわ。呪術が起きましたが後のフェスティバル目の前で助けたかった人間が飛ぶのは辛いですね。よーくわかりますよ。傭兵は飛んで弁護はダウン。囚人はそこで解読中。これなら通電前に肩がつきそうですね。で私はしっかりと裏向きで異常に書いているので。ビューティフル。本当になんでさっき異形にしちゃったんですか。使ってみたかった。そうんで、その辺に落ちてた弁護士を椅子に座らせてあげて獲物を待って。美しい仲間愛ですね。まあ死んでもらうので意味ないんですけど。これがジョゼフですよ、レイムさん。私最初に鬼没だと思って興奮光らせたの知ってるからね。2000 years later. ぼかして発揮攻防が始まりました。なんで。いやあの裏で囚人釣ればよかったのに釣らずに表で呪術釣ってちょっとミスっちった。どういうミスの仕方なの。満身って良くないのによ。そらまあ、ちょっとしたミスはありましたけどこんなもんですよ。ほへー多分この人何も理解してないですね。少しは理解しようとする姿勢を取りなさいよ。どうせこいつ頭の中で下手なままの方が編集楽でいいとか思ってるぞ。悲しいゆっくり実況者の生態。あはぁそう、OPH、辻、そうなんだよ。もしかしてハンターやるとか有効に走ったの OPH が実装されなさすぎて狂ったんですか。いや、ハンターは常日頃からやってほしいんだけどね。見て、かわいい。本当にかわいい。OPH 全体も全員好き。休日にルカ連れ出して大型モールに行ったもののルカのあまりの人間体制のなさに大会以前の問題を感じてほしい。早口をたくさん。やっぱ最高だぜ OPH。まあそんなわけでね、ハロウィンを感じただけの動画でした。次の第5動画に関しましては OPH ルカの実装時期にご期待ください。それじゃあ霊夢さん申し訳程度のハロウィン要素としてハロウィンっぽいオチの一言どうぞ。 OPH ルカ実装いつですか。ブレなさすぎるでしょ。そういうもんだよ。